大竹紳士講友録、毎週金曜日は慶応大学経済学部教授の金子勝さんです。はい、どうも。こんにちは。ちは誰、誰に怒られたの?<ん>。いや、また今、室井さんに怒られた。た、うん、先生が話しかけるから、うん、クレジット間違ったの。いや,いやいやいや。<laughs> まあ、それは、それは金子さん悪いよね。うん、そうじゃなくて、その前も、その前の対談何なんで。あ<っ>?。酔っぱらしさん誰か。 金子さん金子さん酔っ払ってて対談したのうん、私の質問ね答えないでねどうやって対談したの自慢話したり嘘るうそだよダメだよ自慢話しちゃう酔っ払って対談したらダメだよだって酔っ払ってたら覚えてないわけですからね逆らっちゃダメですよ全部的に負けなのなんか理はないの先生のいいの先生はねちょっと気強くした方がいいの先生ド M なんだから そんなことない。本当。先生の周りの女、気が強い人しかいない。そうだ。そうだ。それは本当だ。それはそうなんだ。はい。じゃ、あイヤー。じゃ、しょうがない。今日は、あの、日米、日米、帝皇会談、あ、いけないけど、首脳会談だ。首脳会談。その、また、落語家みたいな、あの、思ってきたんね。狙いが。狙いが。日米首脳会談、今、安倍さんがついて、いいタイミングで、構想心が。 構想裁判所がトランプの入国禁止令の大統領令に対する政権側の内定申し立てを棄却するという、うんうん、ぴったり同じ日に安倍さんが登場して。うんうんうん うん、っていう、うん、このタイミングの中で、うん、日本予想できない日本のテレビはいや何言ってんのもうすごい超人,人もうめちゃくちゃでしょゴルフを27ホール回るとかうん、うんうん なんかトランプってハンデハンデが4だとかいう噂があって安倍さんついていけねえだろうとかいやハンデ4だったらきついよそれついていけねえだろうとか思うんだけどまあいやゴルフの指南書も書いてるらしいですよね安倍さんね。ゴルフ27ホールで食事が5回もするこんなに仲良しだとかいうのをテレビ朝から晩までやることが想像できるわけ。それで支持率が上がる愚かな状態が想像できる。からじゃんだけどどうとでもなんだあの。 プーチンさん来た時だってあれ全然成果なかったのに、うん、その後だよ安倍さんがいろんなテレビ番組回ってすごい自慢話みたいになっちゃって仲良くしてればトランプが要求がやら和らいで安心できるんじゃないかとかいうね、うん、当面経済が壊れなきゃいいやとかいう、うん、そういう雰囲気を利用してそういう演出をする。 日米の絆とか言ってそれでなんか日本って支持率が上がっちゃうとすると情けないですよねそれから。新幹線なんかあの ほか原発とかさ自動運転とかさみんなボロボロだからさ一応トランプは新幹線というのに食いついたんですよそしたらそれが大々的なニュースになって円高懸念が円高に振れるんじゃないかとトランプが円安誘導って批判するそれが一気に為替市場が引いてとかさ子供みたいな為替市場どうしようもないなっていう感じを非常にしましたよね。 gpif をこう勝手に返金を運用するところですねあれどういうことなのどういうこと、うん、あれ日経とか朝日新聞とかに結構大きく載ってたのに、うん、あの菅さんがそんなの違うって言い出してるし安倍さんも国会で 当初の案は絶対入ってたんですよじゃあ、どういう資金源なんですかってったら政策投資銀行とかさいろいろ政府系のお金でやりますとそうじゃないとおかしいじゃないロシアもそうなんだけどロシアの時もその中に GPIF 入ってたんだと思うんですよ入ってたんだけどそんな投資先として普通に考えると実に悪くはないんですよ。 ああなるほどね、だけど、うん、それ多分官僚がそういう作文したんだと思うんですよ、うんうん、ところが、うん、あの年金を自分のなんか懐や財布のようにして使っちゃうっていう発想そのものが問題なわけじゃないですか、要するに、運用先の問題っていうよりは、うん、それちゃんとい普通に聞いて。 で向こうに70万人の雇用を生み出すとっていうふうに聞こえてきていやなんかそ俺はねその末端だけのそこしか知らないけどそれちょっとだってなんで日本だって大変じゃんとか思っちゃうんだけどねそ,うそ,うそ,うそんな出来やしないしえっていうか私がちょっと疑問なのはちょっとしてからだようん、うん、どうしてあれだったのだってあのデマだってさ国会でさいやそれは民進党の伊坂っていう議員が追及したんだよそしたらで切れたんだまた例によって、うん、トランプとレーでダダッコみたいに。 自分がすごく悪くなるとわーとか怒るわけでほとんどは首相として恥ずかしいんだけどトランプも同じようなのが出てきちゃうとこれでいいのかなって思えちゃうっていうでも自分がられるわけがないじゃないかっていうふうにこれ、田さんこの年金管理運用独立行政法人国民の年金を使ってアメリカと一緒に事業をやって投資してっていうような話は日米首脳会談後の記者発表とかで分かるという本当かどうかってます それは GPIF の改革っていうのはちゃんとやられていてないから、うん、あの考えられちゃうけど改革拒否しちゃってるから、うん、要するにちゃんとしたボード。<laughs> 委員会作って、投資先を決定するわけじゃなくて、一人のやつがいて、こいつがまあ、ろくでもないやつで、で、そいつの言うこと聞けば、あの、安倍さんが好き勝手に株へどん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 投資しちゃう、そういう25%までっていうのをやっちゃったわけですよ。で、その体制あらま改まってないから、じゃあ GPIF 使うっていうふうに出てきたら、じゃああんたの意向で年金勝手に使えるのかっていう株の運用と同じような話になってるわけですよ。要するに使い先 先の問題よりはそのの手続きの問題そうだ、ん、なそれが異様だっていう感じで追及されたらデマだっていう、うんうんうん、先生だけど本当にデマだったらさなんでその私この情報ってさ新聞とか書いたのってリーク記事だと思うのよ記者クラブからのねしたらなんで新聞社訴えるっていうふうにならないのならないよねだかおかしいよ多分,<体>多分ペーパーが回ってるんで出てきちゃうんだと思うよそうしたら。うん だからそういうふうになってきていて、うん、で僕は思うんですけど、うん、あのまず、この日本の中の世論がねこの、まあ、人種差別主義者。 であり、うん、女性差別主義者であり宗教差別主義者であるというふうに世界的には非難されている人と仲良くゴルフをしたり、うん、食事をしたりしているシーンが世界的に見ればとてもみっともないことだという報道がゼロだということですよね。いうことですよね。うん、イギリスだったらそういうメディアが叩いてメイ首相が帰って安倍さんと同じように振る舞って一番で会ってなんかあの仲良し悔しいを演出したらわーっとこうやって。保守党の内部で会員 議長もトランプを国賓として招くって言うけど、議会では演説させませんよっていうふうに表明したわけですよ、ね、日本にはそういうまっとうな、まっとうな神経がないわけですよ。それで ゴルフやった食事一緒にした、うん、仲良しだからこれはとってもいいことだみたいなテレビや新聞の報道が蜜月だこれはすごくいいことだみたいななんかさ、うん、日本人っぽいじゃないですか、うん、仲良くすれば相手が侵略してくるそんなことないんだよ、うん、世の中ではだけど、うん、そういうことをどんどんん前に出していくあの安倍さんは TPP のことに関しては今回何か交渉するの 何もしないでしょできで,できるわけないじゃないも、でもそこも含めて話をするって言ってなかったいやいやんて言うわけない、うん、むしろアメリカの中で豚肉、牛肉の生産者団体が TPP で、うん、あのどんどん完全裸にする予定だったのでできなかったじゃないかってトランプに言ったわけですよ二、うん、国間でいいから早く交渉やれって、うん、で、って トランプが二国間でやろうぜって言ったら最初は安倍さんも TPP 説得するって言ってましたけど、うんうん、トランプさんがあまりにも二国間協議だっていうことを声高に言ったからちょっと引っ込めちゃった感はありますよい、うんはい だから結局、二国間交渉でまたむしられるだけですよ、仲良くしたふりをして裏側ではもうほとんど丸裸にされる、これがこういうのに騙されちゃうっていう日本、なんか一トト、えー、国には、なんだっけ、あの、あトランプさんの持ってる別荘行くんでしょ、うん、で別荘行ってそこで接待受けるんでしょ。うん、だけどそのあん、ま アメリカの公金は使えないわけだね。それは別荘だし。だが費用負担するか。で接待するときに、やっぱトランプさん自前。自前、自前、自前ってことじゃ。そうそう。自前ってなると、で新聞ではね。と、あの。ただほど怖いもの。ただだとただで。接待してくれてるわけだから。一泊二十万円ぐらいするらしい。ですね。ということはね。うあの。これだけおごったんだから。 代わりになんかしてくれよっていうことじゃ <laughs> そう言わなくたって最初から用意して言ってるってえば、うんうん、なんか私さ、うん、すごい仲良くすんのが最高にいいことだ、ねうん、日本とアメリカはすごい固い絆でって言ってる人たちはさなんで日本がさすっごい高めに値段を切って去った武器とからみんな思い出してほしいと思うんだよ <laughs>、うん、このただの怖いものがないの中に、うんうん その、うん、産業のね、例えば自動車の自主規制とか、うん、歳出の自主規制とか、うん、あの円安誘導やめろとか、うん、いろいろそういうことをだけではなくて、うん、このイラク戦争の時を思い出してほしいんですよ、で僕、う大竹さんは危ないと思ってると思うんだけど、うん、なんか雰囲気的に、うん、あのトランプってやることなくなると、戦争行っちゃうような気がするんだ、僕、どっかで。<laughs> それはなぜかっていうと、支持率が40%そこそこで、ギャラップが1週間、就任してから1週間で、5割超えちゃったと。こんなのは歴代の大統領で初めてだと。そうすると、やたらのトランプってテロの脅威を煽って、メディアが正しく伝えないって、でっち上げの事件まで作り出すような、そういうことをやるじゃないですか。それから イスラエルが入植して、うん。金子さん、その時計がコン,コン当たってるのがうるさいんあ,あ、ごめんなさい。入植して占領したりとか、<laughs> うん、か今、石油が53ドルで50ドル超えたりとか、するとイランが邪魔なんですよ。うんうん、でどうもねうん、うんい、い、あの、 政権つく頃から共和党がイランに民間機のボーイングを売るのをやめさせろとか、圧力加えたり、じゃあ、まあ、そうなんだけど、まあ、あれだよね、自動車にしてもさ、逆にね、あの、日本の自動車がね、売りすぎたって言ってるけど、逆に自動車は2.5%の完全かけて向こうに入ってるわけだよね、トラックとか別だけど、もっと高いけど、それをどう、向こうはどうしたいって言ってて、安倍さんは、 どうすればいいの今のそのトランプ大統領のこの接待みたいな体制に対して何を言ってどうしなくちゃいけないのこんなにね過剰な演出をする必要はなくて、うん、で例えばあのメルケル首相と安倍さん比べると、うんうん、もう。 数段違うわけですよ、オリンピック選手と県大会の選手ぐらい違うわけですよ、うん、そのぐらい違ってて、メルケルは G20 の議長になって、うん、自由貿易体制を維持のために国際協調体制を作りましょうね、逆ですね、トランプに媚び売るんじゃなくて、他のカナダとかみんな批判してるじゃないですか、カナダのトルドーとか、他の、あの、うん いわゆる先進国の首脳と協議をしながら、そういう保護主義的なことをやると、世界の貿易は縮小しますよと。だから、そんなめちゃくちゃな為替市場を口先で右往左往させて、金融市場不安定になりますよと、そういう世界秩序を作るような、そういう動きを、安倍さん自身がやれなかったら、周りが、周りが誰かをやってもいいけど、そういう人がいないわけですよ。ただ、世界はさ、ね、アメリカだけじゃなくて、フランスだって、 いやその国だってみんなこう保護主義のこうルペンとかねルペンとかでこの流れはさでもこうちょっとこう保護主義みたいなことはあって会談が出された後じゃあまた来週ちょっと総括したいナショナルど時間いっぱいなら1つ9ありがとうございました大竹新種購入録来週月曜日は経済アナリストの森永拓郎さんですお知らせのあった交通情報です